ね動こビットコインですね。値、ね、動きを見ていると、えー、700万円の上値が、あの、重たいように見え、見えます。まあ、過去高値ですから、重たいですね。はい。5月は間違いなく大きめの調整が入るようにしか思えないんですが、どうしでしょうか。あなるほど。えー、とですね、その、ファンダが結構ありますので、その、ポジティブな方ですね。で、ネガティブなファンダって、あらかじめ予測されてないケースが多いんですよ。その、ね、あの、ネガティブっていうのは、こう、急なものになりまして、ポジティブなファンダっていうのは、例えば、こう、企業の採用だとかね、そのビジネス的な活動であったりします。 のでま、あの、今のところはですね、あのー、チャート先ほども表示しましたけども、そんなに問題なく、僕は9月で10万ドルって予測を立ててるんですけども、今のところそれは否定してはいませんね。個人的な話かもしれませんけども。まあ、またあの何か、よっぽどの下落ニュースがあったら、あのー、それは、あの、再度、あの、放送し直しますので。